こんにちは、平石彩子です。蒸し暑い毎日ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、三鷹市の市政の動きをお伝えするみるみる三鷹。今回は水害対策の一環として、市が整備を進めている生活道路地下の雨水貯留浸透施設についてご紹介します。また三鷹の森ジブリ美術館で開催中の小さなルーブル美術館展についても合わせて取り上げます。清原市長の一言コーナーともども、どうぞ最後までごゆっくりとご覧ください。それではまずはじめに、道路の地下に設置が進められている雨水貯留浸透施設についてです。最近、局地的な集中豪雨のために各地で浸水被害が発生し、大きな問題となっています。三鷹市でも平成17年に市内の一部で床上浸水被害が発生してしまいました。市ではこうした水害対策の一つとして、現在市の道路の地下に雨水を一時的にため、やがては地下に染み込ませる貯留浸透施設の整備を進めています。本日は下水道課の桃沢主任に、水害対策や施設の仕組みについていろいろとお聞きしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。市では道路の下に雨水をためる施設を作っているとのことですが、雨水は普通下水道に流すものではないかと思うのですが。はい、普通降った雨は下水道を通って川へ流れ、最終的には海へと流れていきます。しかし下水道といえども限られた大きさのパイプですから、一定以上の雨水が一気に流れ込みますと管がいっぱいになってしまいます。こうなると水が流れなくなり、地上に噴き出したり逆流したりして水害を引き起こしてしまいます。最近頻発している都市の浸水被害は、このように下水道の処理能力を超えた降雨が主な原因となっております。そこで三鷹市では、集中豪雨の時には下水道以外のどこかに雨水をためて下水道への負荷を軽くする仕組みを考えました。それが道路の地下に作る貯留浸透施設というわけですね。そうです、簡単に言えば地下プールです。しかもこのプールの水は溜まったままではなく、やがてじわじわと地中に染み込むようになっていて、大切な資源である雨水を地下に還元する効果もございます。雨が降ると雨水は雨水マスを通って、まずこの貯留浸透施設に流れ込みます。入り口のところに工夫がしてありまして、地下の貯留浸透施設がいっぱいになるまでは下水道の方に流れないような仕組みになっております。本日は実物を持ってまいりましたので、はい、そちらをご覧ください。へえ、このブロックが貯留浸透施設の一部なわけですね。材質はプラスチックなんですか？はい、材質はプラスチックで大変軽量です。何個ものブロックを積み重ねてできております。軽量で弱そうに見えますが、強度が強く、この施設の上をトラックが通っても大丈夫な強さがございます。大きさは幅50センチ、高さは50センチから1メーターとなっております。一つの工事で200個から300個の施設を地下に埋めます。今年は6工事予定しておりまして、その合計で貯められる雨水の量は約700立方メートルで、25メータープール約 1.5 個分の量になります。こうした設備を平成17年度から11年間かけて、市の道路の約1割、長さにすると全部で約40キロ分の貯留浸透施設を整備する計画です。なるほど、道路の地下に一種の雨水のダムを作るようなものなんですね。確かに面白いアイデアですが、そんなことをするよりも
下水道のパイプを太くする方が簡単なのではないでしょうか。下水道を改修する方がはるかに大変なんです。なぜかというと、パイプを太くするなら排水口から放流する先、東京ですと東京湾になりますが、ここまで全ての管を太くしなければ意味がありません。こうなるとほとんど既存の下水道全てを作り変えるのと同じになってしまいます。時間も費用も膨大にかかってしまいます。こうしたことを考えると、降った雨水は降ったその場所で処理できるのが一番いい方法なわけです。これが今回の道路地下に埋める貯留浸透施設の整備計画の目的となっております、はい、この施設ですと費用も比較的安上がりですし、工事も短時間で済みます。早ければこの秋の台風シーズンにも間に合いますので、まさに浸水対策にうってつけの貯留浸透施設と言えます。今年度は3年前に浸水被害のあった井の頭地区や下連雀地区を中心に6カ所工事をする予定です。暮らしの安全のためにも一日でも早い整備をお願いしたいものですね。それにしても最近は局地的な集中豪雨が多いですよね。はい、最近頻繁に発生していますね。まず全国的に下水道整備が1時間に50ミリの降雨量に対応できる設備になっているのは、過去の観測データをもとに設計されているからです。しかし最近は温暖化による異常気象のせいか、今までの常識を超える記録破りの豪雨が発生しています。この三鷹市独自の貯留浸透施設の整備で、三鷹市の水害対策はかなりハイレベルになると自負しておりますが、ではこれがあって絶対安心かというと、そういうわけではありません。市民の皆様にも土のうの準備をしたり、雨水ます付近のゴミや落ち葉の清掃をしたり、天気予報をまめにチェックするなど、各ご家庭で日頃の備えをしっかりしていただきたいと思います。はい、雨に備えて私も身の回りを一度点検してみたいと思います。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。地震も火災も、そして水害も、備えあれば憂いなしの心構えで、のようですね。それでは次に、三鷹の森ジブリ美術館で開催中の小さなルーブル美術館展についてご紹介しましょう。ルーブルというとモナリザ、ミロのヴィーナスというふうに有名な名画名作があるんですけれども、あえてですね、そこは脇役になってもらって、フランスのルーブル美術館はモナリザやミロのヴィーナスなどなど、世界の美術品35万点を所蔵するまさに世界一の美術館です。この美術館をはるかに小さなジブリ美術館にミニチュアにして展示したらどうなるか、というのが今回の企画展、小さなルーブル美術館の狙い。誰もが知っている作品が展示室ごと5分の2ほどの大きさに縮小されています。子どもの目の高さに合わせた展示を見ていると、こちらが巨人になってしまったかのような感じがします。何気なく目を近づけた額縁の内側には、16世紀のパリの風景が広がっていたりと、遊び心いっぱいの展示も魅力です。
美術館というとどうしても身構えてしまいがちですが、この展覧会はそんな美術館の代表選手、ルーブル美術館を面白がり気軽に楽しむことができます。皆さんもぜひ一度足を運んでみてはいかがですか。ユニークな内容で人気のジブリ美術館の企画展、今回もなかなかに楽しめそうですよ。それでは最後に清原市長の一言コーナーをご覧いただきましょう。皆様こんにちは、三鷹市長の清原恵子です。梅雨真っ只中のこの頃ですが、皆様はいかがお過ごしでいらっしゃいますか。さて6月19日といえば、あの太宰治が青森県北津軽郡金木村に誕生した日です。そしてその太宰治が1939年三鷹市に移り住んで、その後多くの作品を生み出しました。走れメロスも、そして人間失格も、その当時三鷹で住み暮らした太宰治の作品です。玉川上水で受水をして、その亡骸が発見されたのも6月19日のこと。大陶器、その6月、市民の皆様にとりましても今一度太宰治の文学と出会い、そして暮らしたこの三鷹という町を実感する時でもあります。今年は太宰治没後60年にあたることから、3月1日に三鷹駅前南口に太宰治文学サロンを開設いたしました。もうすでに8000人を超すお客様が訪れてくださっています。まもなく1万人に達するお客様が、今一度太宰治の文学と出会い、そして太宰治が生きた町三鷹を実感してくださっています。私たちにとりまして、今この時代、生きるということ、人間とは何か、私たちの心とは何か、そんなことを考えることがとても大切です。どうぞ太宰治が生きた町三鷹を皆様にも感じ取っていただければと思います。どうぞ太宰治文学サロンもお尋ねください。きっと私ともお目にかかれると思います。それではまたお目にかかります。いかがでしたでしょうか。今回のみるみる三鷹、6月も半ばを過ぎ、季節はいよいよ夏の訪れですが、この夏の一番の話題といえばやはり北京オリンピックではないでしょうか。日本選手の活躍を期待したいものですね。それでは次回をどうぞお楽しみに。